坂本先生、また美術室から騒音騒ぎがありましたよ。なあ、いるですか？でしょうね。たっけ、あのバカ野郎、何度言えばわかるんだ。ああ、それならまだ言えるチャンスはありますよ。絶賛大音量で美術室でロックをかけてますから、あの子。なんなんだよあのガキは。あー、ちげー。なんでうまくいかねえかな。うるせー。どんな音量で音楽かけてるんだエル。げ、坂本。坂本じゃねえ。何呼び捨てしてるんだ。坂本先生だろ、クソガキが。坂本は師匠じゃねえし、いいじゃん。ああ、てめえ世界の坂本に対して名前言うじゃねえかよ、ガキのくせに。だってさ、坂本ってば、まあ今は私よりはるかに絵は上手いけど、あと少しで超えられそうじゃん。そういうことは俺を超えてから言えや。まあまあ落ち着いて待てよ。まだまだエルは育ち盛りなんだし、これから体もボインボインだ。な話どうでもいいんだよ。え、絵画、絵画で俺を超えてから一発の口聞けや。はいはい。はいは一回だ。うちゃ、どねるやつマジでないわ。うわあ、ギャッと。すごい声ですね、坂本先生。最近は先生の声で苦情が出てますよ。あ、ミサクラリン。ミサクラ先生。って、お前なんでミサクラリンは先生呼ばわりなんだよ。だってこの方はプラティヌエポラールのミサクラリンだよ。俺だってノミネートはされてるし。ノミネートでドヤ顔されてもな。お前のその謎の上から目線はどこから出てくるんだよ。ミサクラに比べれば俺は少し劣るかもだがな、お前なんてまだ分点すら取れてねえじゃんかよ。参加点は参加点以上取ったじゃん。分点はまだだろ。そんなんで一丁前のこと抜かすな。あ、この年齢で参加点数を取れれば大したもんなのだが。そんなもん自分で言うんじゃねえ。年齢関係ねえ、結果が全てだ。はいはい、分かってますよ。んなこと、ガキ相手に何マジになってるの。坂本は世界の坂本じゃねえの。権威なんだから少し落ち着けよ。ああ、お前マジで殴る。ミサクラ先生、坂本超え、バトルハラスメントだよ。はいはい、泣き真似ならせめて涙出してくださいね。それ言わないでよ。エルはさ、もう涙も枯れてるよ。何言ってるんですか。とりあえずトンズラ。なあエル、てめえ、俺が出した課題やったのかよ。キャンバス見てから言ってよ。じゃあね、坂本を愛してるぜ。キャンバス、あいつこのサイズもう埋めてるのか。朝から書いてたんですよね。この状態で非凡な絵画であることがわかりますね。ああ、センスはすごいけど、あのめちゃくちゃな性格がな。マジであのバカを野放しにしてる親を殴りて。なんて言って
坂本先生はエルの成長を見るために帰国してまでこの学校で講師をやっているのでしょう。そこまでエルに入れ込んでねえよ。単純にあんたほどの人間が学科長やってるんだ。そりゃ弓張学園という学校そのものに興味も湧くだろ。私がここで学科長をやらせていただいているのは現役引退したからです。今は後進のために残りの人生を捧げたいなと思っていますよ。あの絵で現役じゃないって。だいたい今だって新作書いているだろう。それでも現役の芸術家には全然かなわないですよ。宮崎美鈴先生なんて生前日本人の最高金額で取引されたらしいじゃないですか。ああ、宮崎美鈴か。もうあの方には逆立ちしたって勝てませんよ。そんなもんか。最盛期のあんたなら今の宮崎美鈴と互角以上だと思うけれども。だから私はもう現役じゃありません。人生の合間にカクテルならできますけれども、人生そのものを落としてまで絵画に打ち込むことはもうありません。日常と共にあるのが私の絵画だからこそ、私は今はこの町にいるのです。この町か。そう、ニューヨークでもパリでもロンドンでも東京でもなく、私は地方都市である弓張にいる。芸術に関して言えば今や弓張もというが、弓張学園はローカルな場所とは言えないけどな。そりゃ世界で最も影響力のある100人に選ばれたことがある芸術家坂本正三先生が講師に来るような学校ですからね。普通にプラティヌエポラールのミサクラリンが美術の学科長をやってるような学校は普通じゃねえし。プラティヌエポラールは返上しちゃいましたからね。今やミサクラリンは無冠の画家ですよ。お前のそれも相当すげえ嫌味だぞ。でも実際もう私には当時のような絵は描けませんよ。本当に日常の中でゆっくり筆を動かす程度のものです。私はいつでも現役に戻ってもらっても結構なのだがね。あ、校長、エルに逃げられたみたいだな。まあけどあんな絵を描かれたらな。餌から描いてここまでできるものなのか。才能ですね、あの年齢で。君が言うかね。そうですね、まあ今のエルちゃんだと同い年の頃の私の相手はちょっと務まらないかなって感じはしますけど。君も大概だね。冗談ですよ。冗談には聞こえないがな。俺もそんなこと言いてえな。そんで少しはエルに敬意を示されてよ。何言ってるんだ。エルは坂本先生に一番懐いているからあんな生意気なことを言うのだよ。あの子はあれはあれで気難しいのだぞ。そうなんですか。気難しいって感じたことはないですけど。私など一度も目を合わせてもらったことがない。え、校長に対してですか。ああ、でもなんとなく理解できます。なぜだ。あの子ってもう動物みたいな直感力なんで、視線とか合わなくても相手の空気を察するんですよ。つまりそれはどういうことなんだ。坂本先生には懐いてますけど、校長のことは好きじゃないんでしょうね。うすうす感づいていたけど、それ直接言うか君は。そん
もそもあの子に嫌われるようなこと企んでたの校長でしょ。そんなことはないぞ。あれは悪気などな。この忙しい時にこんな場所で油を売らないでください、校長先生。先々くん、はあ、校長先生、美術室なんかにいたのですね。普通に私から逃げてません？え？いや逃げてはいないよ。間もなく雑誌取材が入ります。その後にギャラリストと打ち合わせがありますよね。にもかかわらずですよ、ギャラリストにプレゼンする若手芸術家の資料完成してませんよね、校長。いや、すまない、先々君。なんか意外だな、あの校長がシュンとなってるぞ。最近は秘書さんの締め付けきつすぎてこうやって逃げているらしいですよ。しかし先々君はすごいな、テキパキとスケジュールを管理してくれて。おべっかなんて通用しませんよ、本社からあなたを厳しく管理するように言われてますからね。それでもあまり校長先生追い詰めちゃダメだよ。何言ってるの、経理として来てる夏子が一番校長先生の悪さを知ってるでしょ。そうですけど。どういうこと？経営のことはよくわかりませんが、校長先生って結構グリーな会計方法を使ってたらしくて、そのことを出向してきた栗山さんが見つけたみたいなんですよね。はい。本社から母校に出向になった時は喜んだものですが、これほどまでに経営が火の車だったとは。いや、それでも今までは文句は出なかったじゃないか。南部鉄道系列の学校法人から私と夏子が派遣されている時点で今までのことが許されていないって分かりますよね。今やこの弓張学園は芸術の名門中の名門なのですよ。それが粉飾決算やらで騒ぎになったら校長の更迭程度では話は済みませんよ。いやあはさきざきさんも、そんな校長いじめちゃダメですよ。ルリオちゃん、なんでここに？どうしたの？久しぶりだ。ちょリース、先輩方お久しぶりっす。そうそう、今日はギャラリストが来るということで、我が母校の卒業生であるア・ローアワ・キュウイ先生にも同席してもらおうと思ってね。そうだよ、わざわざルリオは東京から弓張りに来たのですよ。先々さんは見込みのある生徒を売り込んでおきたいのでしょ。私がいるといろいろと便利ですよ。そんなこんなで私の顔を立ててですね。相変わらず校長のやることはせこいですね。こう見えてもカミソリという異名で呼ばれていたのでね。どちらにしても事実として普通科音楽科に美術科まで新設させて、さらに建物を増やしているのですよ。今や我が校のバランスシートはめちゃくちゃなんです。その分校長には分刻みで仕事こなしていただかなければなりません。それでは私はこれで、いろいろと仕事があるのでな。それでは三桜先生と坂本先生。はい、お疲れ様です。はい、校長もだいぶイメージ変わりましたね。そうなの？昔は人を寄せ付けないような凄みがあったのですけどね、最近はすっかり丸くなりましたよね。言うてもあの人って見た目よりもかなりの年齢だろ、丸くなって当然じゃねえの？
ずっと。なんだよ。女性の年をそんなこと言うの感心しませんね。坂本先生は講師としては破格な金額で来ていただいているのに、授業よりもエルちゃんのことばかり気にして、生徒満足度が低いと先々さんに告げ口しておきましょうかね。いや、それは勘弁してくれ。俺はまだこの学校で仕事したいんだからさ。生徒の満足度に関して俺も俺なりに悩んでいるんだが、難しくてな。そうなのですか。べらぼうに才能があるやつしか教えられないんじゃ教師失格だしさ。なんか意外ですよね。何が。あ、いや、坂本先生って仕事に困っているわけでもないのに、なぜこの学校の教員であることにこだわるのですか。なんでこだわるというか、そうだな、少し前になるけど、恩田豊斎の自伝出たじゃん。そんな方いましたね。確か宮崎絵画学校の先生でしたっけ。自宅を放火して実刑を食らった芸術家だ。執筆は獄中だったらしい。出所してから出版したとのことだ。その方の本に何て書かれていたのですか。いや、なんていうか、多分あんたとかじゃ絶対わからないことが書いててさ。私ではわからない。そう、圧倒的な天才たちに振り回された才人の告白だ。自分だってそれなりの才能に恵まれていた。子供時代、中学、高校、自分は天才だと思っていた。国内で最も権威ある大学に入学してもなお自分の才能に疑問など感じなかった。まあ、あの宮崎破壊の息子だからな。そんじょそこらの連中とは比べ物にならないほどの才人ではあった。だが、そんな彼のアイデンティティもとある男と出会うことで大きく揺らぐ。彼の名は草薙健一郎。この才人を狂わす最初にして最大の天才だ。草薙健一郎との出会いは世界へのめまいだったと豊斎は書いている。彼はそのめまいに耐えられず嘔吐して自らの筆を折ることになる。彼は書くことから逃れた。芸術を生み出すことから逃亡した。その時にやっと世界は再び静止し、王気も消えた。強すぎる美とは弱き者にとって耐え難い酩酊であると豊斎は感じた。美とは強すぎるエタノールであると。筆を折った彼のもとに教えを請う者たちが集まった。事実として筆を折った彼でなければ教えられないことがある。芸術は何も強き者たちだけのものではない。美を愛することとはもっと穏やかであっても良いではないか。芸術が格闘の場所であると誰が決めたのか。芸術こそが安寧の地であって良いではないか。彼は弱い者に寄り添う形で美と関わった。そりゃ天職だと思われた。苦痛ばかりの世の中でさらなる苦行を強いる芸術だけではなく、この世の苦痛を和らげるための芸術を多くの者たちが望んでくれた。豊斎はめまいから覚めて、やっと再びゆっくり歩き出すことができたと思えた。だが実際はそんな小さな彼の喜びすら運命という刃はザクザクと切り刻んでいく。美に愛された老い、夏目啓との出会い、その後に日本画壇を席巻する美の化け物。彼は葛藤する。美という苦悩から刑を逃がすべきか、それともその奈落へ案内すべきか。
だがその葛藤が悲劇を生む。夏目慶は名がひまわりを描いてこの世を去る。彼のめまいはなくなり、世界は歪んだままで美しい奈落と変わった。世界が歪めば自分のめまいすらなくなり、その時に絶望という美酒が自らの魂を満たしてくれる。夏目慶の死というのはあまりに多くの人々の運命を変えてしまったわけだ。三桜凛や草薙直哉や氷川里奈がそうであったように。だが恩田豊斎は君たちと違った形でしか美と向き合えなくなった。彼にとっては美とは血であり魂の破片でなければならなかった。芸術がそうでなければ夏目慶の殉職が無駄死にとなる。だから彼は永山佳奈があの大会に出場するのを許すことができなかった。それは血で彩られた美に対して絶対に許されない侮辱であった。だが豊斎はそんな彼女を止めることすらできなかった。あらゆる力を使ってもこのまがいものを排除することができない。あの大会で彼を最も絶望させたのは永山佳奈がアリア・ホーインクに勝利したことであった。今でこそ世紀の誤信と言われている結果であるが、あの時は永山佳奈の勝利を誰もが確信していた。そんな偽物の永山佳奈と美の化身であるはずの草薙直哉の戦いなど見たくもなかったのだろう。ある意味で草薙直哉の絵画が開花した知らせはその場から逃げ出す絶好の機会だったのかもしれない。開花が終わった黒い絵画に彼はありったけのエタノールをぶちまけて火をつけた。その炎を見た時、その時に初めて彼は気がついた。自分にとって美的なものがすでに恩的になってしまったこと。彼は知らぬ間に美に阻害され、意味ごとして末法の世に捨てられたと思い込んでいたこと。なるほど、確かに言われている通りに世界は認識では改変などしない。世界が一変するのは私の行為によってのみであった。そんなセリフ、芸術品を燃やして独房行くような人間じゃなきゃ言えないよな。だが彼は絵画を燃やすことでそれまでの自分の行動すべてを了解した。美という強いエタノールはエタノールをぶちまけた炎によってすべて蒸発してしまったというわけだ。その後彼は決して短くない服役中に自分の半生を見つめた。この世界は苦痛に満ちている。本来ならば芸術が苦悩に満ちた人生を和らげてくれる。だが自分の人生にとっては芸術こそが苦悩そのものであった。芸術から逃れようとしたが、どこまでも自分はその魔力から逃げることができずに、やっと独房という守られた空間によってその怨嗟が断ち切られた。つまり自分のような弱き人間は破壊によってしか美から逃げることができずに、罪でしか救われることがないのだと。恐ろしい炎で美しきものが焼け落ちる、そういった類の形でしか自分は救われない。豊斎は自分の刑期が無限になり、自分が死ぬまでこの独房という塀で自分の魂を守ってほしいと祈った。もし仮に出所することになったら、次は無期懲役か死刑になるような破壊行動を再びするしかないとすら思った。結局弱き者に対しての理解など世界は持ち合わせておらず、彼らにどれほどの悲劇が訪れようと、それは運命の気まぐれであると、切り捨てるのが社会であると。そんな彼のもとに一枚の絵はがきが送られてきた。その絵はがきの主は恩田ネイ、自分が見捨てた名だ。その文面にはこうあった。文展で会員賞を取りましたのでご報告いたします。遅い歩みではありますが、私はその歩みで宮崎の豪にふさわしい絵をいつか描き上げます。宮崎ネイ。
ハガキは文展の会員賞受賞作であった。その絵画を見て宝斎は泣いた。モンダネイの筆はまだまだ宮崎美鈴に届くものではない。今もしかしたら、いや多分永遠に届くものじゃないかもしれない。それでも彼女の筆はぶれずに、その軸で宮崎美鈴を捉えている。遅い歩みではあるが、確かに彼女の筆は進んでいる。彼は生きようと思った。彼は生きて姉に絵画を教えようと思った。絵画は血で描くだけじゃない。魂のかけらが芸術なわけじゃない。ある意味愚鈍な姪の筆はそのことを教えてくれた。芸術とはつまりただ祈りのようなものである。美しくあってほしいという気持ちでしかない。自分はそんな人々の筆と共にありたい。芸術は天才だけのものではない。そんなことが書かれていたよ。そうですか。どちらにしろ私は絵画を燃やした恩田宝斎を許しませんけれども、エルは天才だよ。それこそ宮崎美鈴にだって届くほどだ。けどさ、この学校で教えてて思うよ。芸術ってそもそも競い合える競技みたいなもんか。こっちの芸術家はあっちの芸術家より素晴らしいとか優れているとかさ、劣っているとかさ、そもそもそんなもんじゃないはずだ。今は何でも数字にして平べったく見せてしまう。それは世の中を見えやすくする指標なんだろうけど、実際その平べったさでみんな価値観がぺっしゃんこにされちまう。我々芸術家なら金、あるいは他の表現者だとインターネットのいいねだったり再生回数だったりさ、そんな数字だけで価値が測られてしまう時代だ。けど表現ってものはそういうもんじゃないよ。芸術の価値というのは発見されるものであって、数字の多さを競うものじゃない。俺は宝斎の気づきは大事だと思う。絵を描くってことはさ、そもそも楽しいことから始まる。もちろんその先にある苦痛をどこまで愛せるかって重要なことではあるが、けれども俺は宝斎と同じように凡人のための筆があってもいいと思う。その支えになるのも悪くねえだろ。そう思わん、三桜凛先生は。その言い方、まるで私がその考えを否定するみたいで不愉快です。だってさ、三桜先生は天才の筆じゃん。それとて疎外ですよ。私だって凡庸な筆と共に歩みたいって思う時があるのです。と言いますか、苦痛が快楽に反転することでしか見えない極限の境地なんてもう二度とごめんです。でもさ、勘違いしてます。私は草薙直哉の絵画を燃やした恩田宝斎を許していないだけです。彼の罪は許されなくても今の彼を恨む道理なんてありません。どちらにしてもさ、我々は今は教員だ。そう思う瞬間だけは芸術の残酷さは忘れるべきだと思う。教員である間は芸術の残酷さを忘れるべきですか。わかるような気がします。なんてことを考えてるからエルに舐められるんだろうな。いえ、そんな坂本さんだからエルは懐いているんですよ。だといいけどさ。あいつ俺の絵画見て点数つけてくんだぜ。世界の坂本よ俺。それをさ、
今回の坂本65点くらい？なんか変なもんでも食った？とか、いやいや、何一丁前に俺の絵評してんの？というか、俺は毎回絵は置いといて描いた自分には150点あげてんだから、小娘からの点数なんていらねえんだよ！せめて俺から1万点もらってから他人の批評しろや！あいつがビビり散らかして俺を崇めるような絵描いてやるからな！エレン、調子のんじゃねえぞ！私の取材か？それも少しあるかな。でも今日も弓張学園美術学科の特集なんだよね。またか。なんだよ、いい加減アートスクールも私の特集号出した方がいいぞ。そうだね、エルちゃんは確かにすごいんだけど、今はこの学園そのものの注目度が高すぎてね。確かにここはすごいけどさ、リンいるし、坂本もいるし。坂本さんも認めてるんだ。当たり前じゃん。坂本は面白いからおちょくってるだけで、普通に尊敬しているよ。そっか、普段の会話から実は見下しているかと思ってた。なわけねえじゃん。自分の実力からしたら坂本なんて神だよ。神レベル。坂本優しいし、そういうの許してくれるから好き。あれは許してるのか？もうそんなことよりもさ、なんで今月号も弓張学園特集なの？先々月もやってね。ああ、今って学部長来てるでしょ。は？学部長？あいつとか学長に負けた雑魚じゃん。そうは言っても今最も世界を沸かせている芸術家の一人じゃない。沸かせているだけで稼いで悪いじゃん。悪くはないでしょ。全然だよ、あいつはダメだね。まあエルちゃんが言うのなら確かなんだろうけど。そういうことだ。なので今からエルの取材に切り替えろ。それはどうかな。あ、そういえば氷川里奈が白鬼神社の方に来てたよ。マジ？アリアが来てるんだ。少しスケッチするって言ってたから、まだいるんじゃない？それ B ダッシュ案件だ。行ってくる。そうだね。またね、エルちゃん。マコちゃんもいい加減、校長先生と仲良くしろよ。ご忠告ありがとう。鳥谷さん、何笑いながら立ち止まっているのですか？かな。ったく、この学園に来ると編集長の威厳のかけらもないですね。そんなことないでしょ。いえ、ありませんね。まるで学生気分丸出しですよ。カナはここに来るといきなり口が悪くなる。私はここ嫌いですし、まあイライラしますよ。そんな態度でギャラリストとして問題ないの？芸術家の前では私は確実に笑顔でいられますからね。はあ、変わらないというか変わったというか。芸術を生み出す立場から芸術を売る立場に変わったんですから、変わりもしますよ。いや、あなたの場合は変わらないところは全然変わらないから。そうですか？鳥谷さんは私のことをカナなんて下の名前で呼んでくれるぐらい変わったじゃないですか。逆に
この数年ここまで一緒に仕事成功させてきたのに、なんで未だにあんたは私をさん付けするのよ。私は手なずけた者には適度な距離感を保ち、手なずけられない人間にはゼロ距離感で接する人間なんですよ。私を手なずけたとか言うな。まあ何度も何度も酒飲んでれば鳥谷さんの激弱々なところも目撃しますしね。それに結構あれじゃないですか。うるさい、あれとか言うな。とりあえずあんたも取材に同行するのでしょ。そりゃもちろん、この学園は金のなる木ですからね。ああ、でも今しがたエルちゃん白鬼神社の方に行っちゃったわよ。それ見てました。見てたんかい。今日はエルさんはいいです。あんまりつけ回しているとマジで嫌われるので。確かにあんたのエルちゃんへのアタックは度を越しているからな。あの子は勘が良すぎるんですよ。たまに見せる目がやばい。あんな眼光とかガキのそれじゃないですよ。それはね、エルちゃんだしさ。今日の目的はアローア・ワーキウイ先生ですよ。今回は彼女が校長と同席されるみたいですし、そちらの交渉の方が本命ですね。え？アローア・ワーキウイ来てるの？この前うちは取材拒否されたのに。それは学生時代の氷川瑠璃央さんにあまり興味示さなかった報いですよ。あの頃から宮崎姉とアローア・ワーキウイはすでに頭角を現してたのですからね。宮崎姉も取材断られてるんだよ。あっちは多分違った意味でしょう。宮崎姉を扱った号で宮崎美鈴の特大特集組んでたじゃないですか。だって現役日本人の取引最高金額更新よ。あの三桜凛だって成し得なかった女性初の偉業を宮崎美鈴は成し遂げたのだから。それはそうでしょうけど、宮崎姉には宮崎美鈴はキングだって業界で有名な話じゃないですか。過去の因縁との話だけど、そんなの言われてもうちは困るよ。うちは雑誌だからさ。そんなこと言ったらあっちだって雑誌の都合なんて知らんってことでしょ。ちなみにギャラリストとしての私は宮崎姉先生とはよろしくやってますから。ねえねえ、金経由で先生にアポ取れない？だったら今日アローはワーキウイの年契約取るの手伝っていただけませんかね。年契約？いや、それはどうだろう。それぐらいの見返りがないと動きませんよ。私とカナの仲じゃんかよ。だから私は手なずけた女には何も与えないんですよ。私は手なずけられた女なんかじゃないやい。はいはい、うるさいから行きますよ編集長。アローア・ワーキウイのサポートよろしくお願いいたしますね。私もフォローしますから。うん、まずはそれだね。ありゃあ、エルさん、お久しぶりです。ありゃあ、抱っこしてよ。エルちゃん、てめえは普通にリナの胸舐めてくるからダメだ。いつもいるお前は誰なの？はっはっは、私はリナの恋人なのです。バカじゃねえの？アリア、乳首舐めさせて。いや、さすがにそんなこと言う子はダメかな。なんだよ、冗談なのに。イルちゃん、冗談になることとならないことがあってだね。いい加減殴るぞてめえ。あ、なに、ザコ、このエル様に喧嘩売るのマジで？いいぞ、この戦いは目つぶしありだからな、河内の弓覚悟し
しろよ。てかやっぱり名前覚えてるじゃんかよ。何のことやら。さ、何でもありの勝負だ。ユーミ、その子わりかしガチで武道をやっているから、喧嘩するなら命大切にしてね。だったら止めてよ。私は毎日デイトレしかしてなくて、運動なんかからっきしなんだから。とりあえず二人とも少し落ち着いてくれないかな。デッサン集中できないし。ごめん。まあそれ不思議なんだよね。何がですか？アリアなら外界を完全に遮断できるぐらいの集中力あるんじゃないの？ありますよ。でもそういう集中力はあんま見せないよね。昔その集中力で痛い目に遭いましたからね。人がいる場所では過度の集中は控えているんです。そんなことがあるんだ。私も気をつけよう。相変わらず可愛い絵描くよね、アリア。マジでスク。そう言ってもらえると嬉しいですね。あのエルさんに太鼓判をしてもらえるなんて。なんかバカにしてるのか？エルとアリアじゃ格が違いすぎるじゃん。けど私は昔ほど評価されてませんよ。でも海外の有名ブランド品とコラボとかしてるじゃん。そうですね、そんな時期もありました。それって最近本業が絵本作家だから？それは自分がやりたかった仕事なのですけどね。私は今のアリアの絵の方が好きだよ。今の方が可愛いじゃん。可愛いだけの絵と言われますけどね。それでいいじゃん。あんまり多くの感情を絵画に詰め込むもんじゃないよ。そんな重い絵画ばっかりだったら世の中息苦しくなるじゃん。でもエルさんの絵画は複雑な感情が込められてますよね。エルは強欲だからさ、何でも欲しい年頃なんだよ。アリアだってそういう時あったからあんな絵描いてたんでしょ。エルスとタナトスって言われてるけど、実際はもっと複雑な感情がアリアの絵には詰まってた。無邪気な声ですごい確信つきますよね、エルさん。私は絵画で嘘はつかないから。エルさんは強いですね。多分まだ強くいられるだけなんだけどさ。でもエルは強くいられるその瞬間まで強いよ。強くいられる瞬間？無敗の人生なんてないんだからさ。いつかはその強さは強さゆえに折れることもあると思うけれども、私はその時こそ再び立ち上がれるような人間になりたい。だから負けた時の保険はかけないんだよ。まるでヒーローですね。まあそうとも言えるけど、負け癖はダメだな。あれはダメだ。その言い方がすでに誰かさんの影響というわけですね。あ、影響なんて受けてねえし。なんやかんやで大好きなんですね。いや、私は母さんもしか好かんし。はいはい。いや、本当に母さんもしか好かん。負け癖か。あれは負けなのかな。あそこにいた全ての人たちが草薙さんの勝利を確信したよ、間違いなく。結果が全てだよ。それがわからないやつはバカだ。この話題になるとエルさんは不機嫌になりますよね。不機嫌なんてないし、あれは嫌いになんぞ。はいはい、もうこのお話はしません。お姉様。あ、その声は。
弓張りに帰ってきた時は連絡くださいませ。なぜ？お母様やお父様に挨拶していってください。やだよ、めんどくさい。は？二人の関係を認めない親なんていらないと言ってたから、私が死ぬ気で関係を修復させましたのに、なんて言い方ですの？そうだよ、私たちの関係が認められたのはスズナちゃんのおかげなんですから。それはわかるけどさ、両親苦手だし。さて、それではこれでデッサンは終わりです。スズナちゃん、河内の邸まで一緒に行きますか？はい、両親も二人に会えることを楽しみにしてます。マジで行くの？当たり前ですわ。それではエルさん。あ、そうだスズナ、たまにはアロアと会わせてよ。ルリオさんは本日弓張学園に来ているはずですが。マジで？どこにいるの？確かギャラリストが同席する場に校長に呼ばれたとか言ってましたけれども。ギャラリスト？それ長山か。あいつ苦手なんだよな。でもちょっと様子見てくるわ。はい、それではまた今度。うん、アリアも元気でな。あとユーミもな。大きくなりましたね、エルさん。まあ、私たちの1ヶ月と彼女の1ヶ月は違うからね。彼女は父親不在でも悲しくなさそうですね。ま、あんなのいてもいなくても同じじゃねえの。めちゃくちゃ言いますね。とりあえずお二人とも行きますわよ。